すべての謎が解けました。どうも、千代田光です。さあ、今回なんですけれども、僕、以前にね、ツイッターでこういう投稿させていただいたんですよ。その他のストレージが多すぎると。圧迫しすぎてるんですよね。本当に溜まったもんじゃないんですよ。で、これのね、解決法が、見つかったんです。今回ご紹介しようと思うんですけども、全くバウンティラッシュ関係ないですよ。はい。で、ね、いろいろ試したんですよ。Gmail、溜まってる、いらないメールを削除するとか、もう1000、2000ぐらい削除したと思います。はい。とか、あとは、アプリのキャッシュの削除とか、いらない動画とか、思い出の写真とか、いろいろ削除したんですよ。でも、本当にちょっとしか減らないんですよ。言っても 95% とか、ストレージが。で、本当根本的な解決に全くなってなかったんですよね。で、本当にストレスで、いやー、仕方がないなーっていう思いでね、今日帰りの電車の中ですよ。そうだ、動画の編集しようと思って、こちら、キネマスターというね、これ僕がいつも使ってるアプリなんですけども、いつもがね、この新規作成というところから行くんですよ。で、もちろん、キネマスターというアプリ、キャッシュ削除しました。で、ふとね、気づいたんですけど、ここになんかいろいろこう動画あるじゃないですか。これ僕が過去に編集した動画の数々なんですけれども、いろいろね、1.5GB とかここあるじゃないですか。え、待てよと思って、これ消したらワンチャン？いやいや、でも、ここにある動画って僕 YouTube に投稿したら全部消してるんですよ。なんで、僕の動画の欄にはこの動画って全部残ってないんですよね。で、見ていただけるのが、僕のこのストレージ。今、愛も変わらずこんだけあるんですよ。で、171GB、その他あるじゃないですか。で、試しに、これをね、1GB、消してみましょうか。ペンって。すると、減ってないな。あれちょっと待って。待って。いろいろちょっと、何個か消そう。消すとね、減ってないですね。いや、待てよ。あ、減ってる。ほら、ちょ、更新したらこう、167ってこうなってるじゃないですか。っていう、ここやったんですよ。その他が。まさかね。だって、動画として残ってないし、キャッシュも削除したのに、まさかこれが、その他に、圧迫してると思わなくて、これから消すんですけど、すごくないですか？これ、僕が今まで編集してきた数々の動画。こんなにスクロールしてもまだ消えないんですよ。やばくない？これ。いや、おびただしいでしょ、この数。やっと、ここまで行き着くんですけど、なんで、いや、本当にね、ここに答えがあるとは僕思ってなかったんで、いや、本当に盲点だったっていうお話でございます。はい、全くバウンティラッシュ関係なくて、本当申し訳ないんですけども、ちょっと共有までにね、もしかしたら、このね、動画視聴者さんの中に、キネマスターで動画を作ってるよって方で、うわぁ、ストレージパンパンやーって方で、もしいらっしゃいましたら、こういうことなんでね、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思って動画を撮りました。はい。全く、そのニーズに応えられてないかもしれないんですけども、一応共有までにということで。はい。ということで今回ね、ここら辺で終わりたいと思います。お相手は、千代田光輝でした。それで皆さん、さよなら。